リラクエアの花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日はこちら、ツボが効くこの症状この病気っていう本を参考に、健康や美容に大きく関わる代謝をアップさせるツボをご紹介いたします。ではまず比喩を押します。比喩はこの第11胸椎と12胸椎の間ですね。女性であればブラのベルト位置ぐらいの高さの背骨際にあるツボです。押すときは肩骨を握って中指の出っ張り部分ですね、中指の付け根の出っ張り部分が当たるように、こう中心にして左右なるべく高い位置に当てるようなつもりで背中の方に肩骨を当てるようにするとほぼ比喩に当たると思います。そして腰を、背中を反らすようにしてしっかりと肘を張って、1,2,3 で背中を反らすようにしながら4,5,6で押して息を吐きますね。そして戻します。やっていきますね。1,2,3,4,5,6という具合です。ここは胃弱やお腹の張りに効くツボです。これが代謝アップのツボ1番目比喩ですね。こういうふうに 1,2,3,4,5,6 というふうに押してください。場所はここですね。背中のほぼ真ん中、腰より上というふうに、なるべく高い位置に手を当てるという形で押すとうまくいくと思います。それでは2番目のツボ、お腹にあります孔侑というツボです。おへそのすぐ横ですね、左右にあります。親指で2分の1本分外側、もう本当にすぐ横ですね、少し開けてすぐ横を4本の指を当てて少し前かがみになるようにして刺激してください。ふーっと息を吐きながら、このようにして孔侑を押します。孔侑は冷え性やむくみに効果的なツボです。手が冷えているときは温めてから行ってください。それでは3つ目のツボ、膝にあります曲線ですね。膝の内側の真ん中のくぼみ、ここが曲線です。曲線は膝の痛みのほかに血液やリンパの流れに関わるところですので、冷えやむくみといった、あるいは血行不良から起こる足のだるさですとかしびれですとかにも効果があるとされています。でここは今回はドライヤーを使って温熱刺激を行います。10センチほど離した状態で温風を当ててください。離したり止めたりしてください。そしてまた何度か暖かさを感じるまで繰り返してください。反対側も行います。
れが曲線の温熱刺激です。はい、以上3つご紹介いたしました。比喩と口喩と曲線ですね、の3つが代謝アップに効果的なツボです。ありがとうございました。